もし赤い頭巾の魔法使いがリンゴを持って現れたらもう手遅れだ。その時点ですでに幻惑にかけられている。レッドフードと異名を持つ魔法使いにはそんな逸話がある。それが本当だとすると自分は手遅れなのだろう。ねえ、お願いがあるんだけど。ある酒場で女が話しかけてきた。闇に生きる魔法使いは本来目立つ格好を好まない。これだけ鮮やかな赤装束は極めて珍しい。断る権利はないよ。私が誰だかわかるでしょ。逸話にもあるようにレッドフードは幻惑魔法の使い手である。すでに自分は彼女の幻惑に囚われているらしい。私の機嫌次第であなたの心をぐちゃぐちゃにできるんだから。伝説の赤い魔法使いは半ば脅迫するように自分を外に連れ出した。幻で狂わせてあげる。Yeah!
道を選択するの。色仕掛け、巧みな話術、レッドフードは人々を惑わすことで利益を得ていたと言われる。得意の幻惑魔法は手だれの魔法使いでも防ぎようがないという。レッドフードの評判を決定づけたのは結果として魔物になってしまったことだ。他人を誘惑し、その命を搾取することで永遠の生を得たと言われている。なるほど。目の前にいる赤い魔法使いは一目して魔物に見えない。しかしもしすでに何十年も生きてきたとすれば、化け物じみた若さである。私に逆らおうなんて考えないでね。あなたは下僕なんだから。レッドフードはリンゴを手の中で転がしながら言った。彼女はある情報を追っているらしい。それに付き合うことが彼女のかけた幻惑を解く条件だという。あなたの狙いもグリムなの？グリム教団、このところ勢力を拡大させている謎多き信仰組織だ。レッドフードと出会った酒場はグリム信者が会合に使うと噂される場所だった。目的は一緒みたいね。グリムに関する情報にはアバロンから高い報酬が設定されている。彼女が探す情報とやらも報酬目的なのかもしれない。信者に与えられる経典によれば、かつてグリムという名の預言者がいたという。預言を信じる者たちが集まり、グリムの言葉を教義とする組織となった。興味深げにグリムの噂を聞くレッドフード、次の瞬間表情を一変させた。行く手に魔物が現れた。背筋に汗が流れる。肌が相手の格を感じ取っていた。レッドフードの行動は早かった。相手が強敵だと気づいた時にはもう姿を消していた。彼女に期待するのもおかしな話だ。あの女は人を利用し尽くすレッドフードなのだから。